はい、どうも、ちめです。今回はですね、イラストレーターにダウンロードしたテンプレートが邪魔だと、消す方法がわからないよっていう場合に、そのテンプレートを削除する方法についてのご紹介でございます。コマンド N ってやると、新規ドキュメント作成画面が開きます。これこの間ですね、パステルから年賀状みたいなテンプレートをこの Adobe Creative Cloud からダウンロードしました。テンプレートをダウンロードできるんですね。無料でですね。有料のものは多分ない、あるのかな？混ざってるのかもしれないんですけど、こんな感じでテンプレートありまして、ダウンロードできると。いろいろ種類があって、例えばイラストとアートだとか、で、こうやってポスターだとか、でっかいサイズ選んだりだとかして、これはこの間落としたやつですね。こんな感じで、いろいろ選べるんですけれども、テンプレート使わなくなった時に、この最近使用したものとかでこう出てくると邪魔だったりするんですよ。ですのでこれを消したいと。でもここから消せなかったりするんですね。なんか消せないと。で閉じる。でどうやって消すのかと。ウィンドウを CC ライブラリーですね。クリエイティブクラウドライブラリーっていうパネルウィンドウを開きます。CC ライブラリーっていうウィンドウが出てくるので、でここでですね、登録したやつをこうやってドラッグ&ドロップでこうピョンってこう出せるんですね。これはこれでめちゃくちゃ便利なんです。これについてまた後で詳しくご紹介したいなと思います。よく使うオブジェクトはこれに登録しちゃえばね、こんな感じでヒュンヒュン出せるんですよ。で、このマイライブラリーっていうのと、これストックテンプレートっていうのがあって、ストックテンプレートを選びます。ストックテンプレートの中に私めがダウンロードしたパステルカラー年賀状っていうちょっと今いらないかなみたいなそういうやつがあるんで選んでこのゴミ箱をクリックします。ポチッでこれで消えましたね。結構めんどくさいですよね。ファイル新規で出てこない、保存済みにも出てこないということになります。ここからダイレクトで消せればいいんですけどね。現在2019年9月時点ですねにおいてはそのような操作ができない感じですね。選んで右クリックしてゴミ箱とか出てくればいいんですけどね、そこら辺改良されてくるんではないかなとは思うんですけれども、現状この方法で消すとバッチリでございます。